どうも皆さんこんにちは。今日は悩んだんだけどね、これを YouTube で公開するのも相手にも申し訳ないなと思ったんだけど、せっかくなんでね、で行こう。今回は話題になってる LINE で告白を実際にやってみるんだけど、一応相手は同じ中学校で3年間一緒に行ったんで、どうかなって思うんだけど、とりあえず送ってみようかな。記憶が良かったりついた、自分がするってなるとね、緊張する。こうかな、じゃあ思いを伝える。返信が来るかな。ちょっと申し訳ないかな。大丈夫。本当に優しい人なんだよね。はい、というわけで前編はここまでで、気になる方は後半をご覧ください。それではまた皆さん、次回のアンチン TV でお会いしましょう。